山田先生、ありがとうございました。それでは意見交換質疑に入りたいと思いますが、今日は先生方大勢おられますので、先生恐れますが、3人ほどまとめてお答えいただくような形でよろしゅうございますが、初瀬先生、若林先生、柴山先生、ここまでお願いします。一番それぞれ声が大きくてよかったです。今日はありがとうございました。まさしく寄付税制の話、基金の増税というのは当然安倍総裁の下での大学強化のポイントだと思いましたが、すみません、難病対策議員連盟の事務局長として、特にパーキンソン病のですね、支援をしている方としてお伺いいたします。いわゆるサイバーバンクの設立や運営、あるいはまあ実用化に向けて今後の課題、あるいはどの程度かかるのかとですね、都道府県のパーキンソン病友の会からも言われておりまして、今日はこういう機会ですから、できるだけですね、ちょっと分かりやすくですね、一つの目処というものを教えていただけたらと存じます。以上です。はい、じゃ続けて、若林先生。はい、はい、まず山田先生にはお忙しいところ、こうやって自民党に来ていただいてお話を伺うことができます。本当にありがとうございます。またノーベル賞の受賞おめでとうございます。今お話を聞いてて本当に危機感を覚えました。で、寄付の文化というのが欧米と日本が違う、こういうご指摘がございました。確かにその通りだというふうに思いますが、一方でその例えば企業がそうしたその研究に対してどういう支援を、欧米の場合は大学とのコラボレーション等でどういう支援をしておられて、日本でそういう可能性、道が開けるようなことがあるのかどうか、先生のご経験の中でもし教えていただければというふうに思います。個人の寄付もあるけど、企業の支援というものも少し考えるべきではないか、こんなふうに思うんですから、教えていただければと思います。はい、続けて柴山先生、そこで一旦切ります。今実は若林先生と同じことをお伺いしようと思ってたんですけれども、量より質というふうに言いますけれども、限られたやはり研究の分野でですね、充実したものにするためには、やっぱり民間からの資金を導入すると、で産学連携ということが非常に重要であるというふうに思っております。そういう点からですね、やっぱり企業としては目先のその短期的に利益が上がるものについてはお金を出すというようなことで、おそらく研究室と連携を取るということがあると思うんですけれども、ちょっと今のデータとは逆に基礎研究に対してですね、しっかりとその民間の資金を引入するということがなかなかできづらいように思っております。そういう意味でですね、やっぱりダイレクトにお金を出すという仕組みを改めてですね、やっぱり一旦どこかでプールをするということが必要になってくるのではないかというように思いますが、この我が国として重点を置いて質を高めるという分野をどのように選別をし、そしてそれにどうやって資金を投入していけばいいのかということについて、ちょっと若林先生のご説明なんかもしれませんが、ご意見をお伺いしたいと思います。以上です。はい、それではここで一旦切ります。山田先生、恐れ入りますが3人の質問をお願いいたします。まず半先生ご質問いただきましたパーキンソン病に特に関わるのが iPS 細胞バンクといいますか、私たちは今 iPS ストックという言葉を使っておりますが、こちらにつきましては今まさにいつでもスタートできる状態の技術的にはなっておりまして、現在ドナーといいますか、ご協力いただける方のリクルートをしているところでありますので、来年の早々には第1号を作り出せの作成に取り掛かれる、そういう状況でございます。で、課題でございますが、たくさん課題ございますが、この iPS 細胞ストックより効率的に作るために、さまざまな日赤の事業でございますとか、それから再対決バンク等の連携が必要でございます。で、こちらの方でやはり例えば再対決にお礼にとりますと、再対決というのは元の iPS 細胞のために提供されているわけではございませんので、ある意味目的外使用になりますので、そういった再同意の取得をどうするのか、本当に再同意を取ることが必要か、まだ取る場合にどういう取り方をするかといったような倫理上の問題もございます。それからあとですね、規制面でもですね、現在こういった幹細胞を使った再生医療というのは
臨床研究とそれから治験という2つのルートがございますが、まあ、臨床研究の場合の臨床研究の方がおそらく早くできると思うんですけれども、厚労省のですね、首都間指針というのがございまして、そちらの規制を受けるわけでございますが、現在のところその首都間指針にはストックという概念はございません。ドナーの方から採取してそれをすぐもう患者さんに移植すると、そういう一連の治療をひとまとめにしか審査できない状況でございまして、一旦 iPS 細胞をストック作って、そのストックをいろんな病気の人に使うと、そういった概念は全然ございませんので、そういったストックという新しい概念に対応した指針をぜひ早急に作っていただきたいと思っております。それから若林先生と島山先生は共通したご質問でありまして、寄付とかそれから民間とのどうやって連携するかと、民間企業との連携でございますが、これは非常に難しいというふうに考えております。まず寄付税制に関しましては、実はアメリカも日本もそんなに変わらないというふうに私は理解していまして、その税制だけの問題で日本が寄付が少ないといったことはおそらくないんじゃないかと、私の理解の範囲ですけれども、やはりその多くには宗教的といいますか、文化的といいますか、その寄付に対する考え方でありますとか、それともう一つ大きいのは、アメリカにおられる圧倒的なお金持ちの方々の集団、一人でですね30億40億先ほどの実はアメリカにできている幹細胞研究所も多くはですね個人の寄付によってできております。そういうことが日本では少数の例はございますが、なかなかアメリカのようにはいかないと思いますので、これは先ほども言いましたが、それをですね、マラソン走ったからといって集まるわけではございませんので、やはり本当に国からの支援をが必須になっております。それからですね、アメリカで iPS に関わるいくつかのベンチャー企業の創設も旗で、私自身関わっておりませんが横で見ておりましたが、やはりですね iPS というまだ人間の iPS ができる前、ネズミの iPS の時からアメリカのベンチャーキャピタルは数十億円単位のお金を集めてきました。ですからそういったもうどうなるかわからないような技術に対して数十億円のお金が集まってくる、また集めるキャピタリストがいている、これもですね日本でなかなか多少仕組みを変えたからといって変わるかというと、なかなか難しいんじゃないかなというのが私が持っている素直な印象であります。ですから相当ですね思い切った処置で、アメリカ以上に寄付税制、優遇されるとかですね、キャピタル投資家がものすごい優遇されるとか、そういうかなり積極的なことがない限り、難しいというか、ぜひもう相当積極的な、アメリカを見習うんではなくてアメリカ人がびっくりするような政策をしていただかないと、なかなかこれは難しいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと待ってください。さっきから、早い順でまず山谷先生、西村先生、山本順三先生で一旦切って、その次修道先生から次のセットいきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今安倍総裁のことに教育再生実行本が作られておりまして、私大学の教科そして国際科の分科会の座長をしているんですけれども、研究資金が少し基金になって使いやすくはなったと思うんですが、それでも競争的研究資金メリハリつけてと言葉では言っているんですが、現実はそうではない、どうやったらメリハリをもっとつけられるかということとですね、あと魅力的な大学院教育ということで、教授会のあり方とか教授を国際公募するとか、ガバナンスどうするとかですね、あるいは大学院がもう非常に硬直的に閉鎖的につながりすぎているとかですね、どうやったらこのオープンなそして競争力のある形にできるかということを議論しているんですけれども、先生お感じになっていらっしゃることあればお聞かせください。はい、続けて以上です。これまでも何度も日本でお話いただいてありがとうございます。2点手短にお話しますけれども、
一つは知財の話でですね、最初の頃、数年前ですけれども、民間からその知財の専門家を取るときに給料が、確か田辺が、田辺さんから取られたという話だと思いますけど、3分の1か半分で来てもらったという話を伺った記憶があるんですが、まあ、その後も今、さっき知財部分見せてもらったな、10人がおられるんですかね、このどうやって、まあ、それをどう工夫しておられるのかということと、そういう専門家がどうと思ったら、その公務員の枠組み、まあ、法律法人、国立大学法人の枠組みであると、とても無理だと思うんですけれども、そこをまあどう変えていくのか、あるいはどう工夫しておられるのかという点をぜひお伺いしたいと思います。もう1点は、先ほど臨床研究のストップの概念がないという指針ないという話がありましたけれども、多くの人が今、これ、実用化を待っている中でですね、臨床研究なり治験なり、そのリスクに応じて、その、あり方を変える、自己由来の自分の細胞から自分にする場合と、ストックの中からでも特定の人にする場合と、もう大衆繊維として PMDA が審査してやる場合と、おのずからリスクの度合いが違うと思うんですけども、それに応じて、臨床研究なり、治験のそのやり方変えて、近く、まあ、海外はファーストラックなりなんかありますけれども、まあ、そういう仕組みを考えるべきだということを、我々ちょっと勉強してるんですけれども、その点についてご意見を伺います。はい、じゃあ続けて山本先生、お願いします。今ほどは iPS の細胞の話についてあまりお触れにならなかったので我々も聞きかじりで恐縮なんですけれども、山中先生がノーベル賞を取られたということでも国民全部がですね iPS 細胞を悪化心配が気になったりして、その流れの中でその幹細胞を通じた、再生医療ですか、このことについて非常に関心が高まっているように思います。実は私も以前早稲田の理工とそれから東京女子医大で、共同研究しているようなところに、視察に参りましてね、現実にも心臓がその細胞が動いているような状況というのもちらっと見せていただいたりしたのでありますけれども、実はですね先般、私の知り合いのおっちゃんがですね、まあ、60歳ぐらいのおっちゃんでありますけれども、山本これ長生きせないかんなという話をされるんです。あと20年は長生きせないかと、もう20年もしたらおそらく再生医療もきっちりと具体的になっていくんだろうと、そしたらあと20年長生きしたらわしらは死なずに済むわいと、まあ、こういうふうなですね笑うに笑われないようなそんな話をされておりましてね、実はこの再生医療について今後どういう展開になるか私は分かりませんけれども、山中先生のですねこのことに対しての基本的な考え方、これはおそらく視聴共感であったりいろんなものを絡んでくるんだろうと思いますけれども、少しそのあたりの一端だけでもお示しいただければありがたいと思います。はい、それではここでまた切ります。山谷先生、西村先生、山本先生、3人のご質問につきまして先生よろしくお願いします。山谷先生の言われた、まあ、競争を資金に限らずですね、いかに研究者を競争させるかということが非常に大切だと思います。で私は別にアメリカかぶれではないんですが、アメリカのいいところは取り入れるべきだと思っておりますが、アメリカに行くとですね、研究者、まあ、私が目にしているのはみんな成功した研究者ですけれども、ものすごいかっこいいですね、まあ、いいクラスもしていますし、学生さんとか若い人が憧れるような職業なんです。でも日本に行くとですね、私も含めてなんかもうみんな学生さんたちがあんなになりたくないというようなですね、もう全然同じ大学の教授であっても全然違うんです。またいわゆるソーシャルプレスティージというのは社会的地位もですね、全然研究者の社会的地位、日米で違うと思います。それが何でかっていうのはものすごい僕もまだ分かっていないんですが、まあ、一つ言えることはアメリカはですね教授になって一旦成功してもその後もずっと競争にさらされています。アメリカ人でノーベル賞もらったり教科書もうみんなが読むような教科書を書いた大先生であってもその後業績が出ないとクビにはならないんですけれど もう部屋がどん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 ちっちゃくなって、最初は最後はもう小さなオフィス1個あるだけだと、で横で若い人がものすごい広いいいところで研究していると、もうそういうどん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 一旦成功した人でもその後成果が出ないともうダメになってきますから、だからまあそれに勝ち残った人は当然もすごい、野球でいうイチローさんとかですね、そう同じようにかっこいいんですけれども、そういう競争があると、で日本がそこまで今競
競争があるかというと、ある意味悪平等に近い状況でありまして、大学の教授になると大体みんな平均で、その後の成果がどうであろうがあまり変わらないという状況、何か悪いことをしない限りクビにはならないという状況もございますので、まあ、そのあたりがやはり大変なんですけれども、私たちにとっても競争ない方がそれは楽ですけれども、しかしそれをしているとなかなか研究者大学教授が若い人が憧れるような仕事に職業にはならないんじゃないかなということは感じています。西村先生に言っていただいた機材、今日本人実は来ておりますが、会社の名前はちょっと違う世話会社からでございましたが、給料の3分の1は多分言い過ぎで、3分の2くらいになったと思ってます。8割くらいですか。まあでも、その時よりは少なくなっているんですけれども、問題はですね、やはり、その本人が若くないとは言わないんですが、もっと若い30代とかですね、そういった方にとってはより致命的でありまして、先ほどの山田先生も基金という話で5年10年になりつつあるんですが、しかし30の人にとってですね、10年と言われても、僕も言われたら帰って困りますと、10年経ってクビになったら40になります、もう行き場がなくなりますと、クビにするなんて言いましてくださいと。でそれはやはり結局は大学の問題で、今正社員といってもどこの企業もですね、本当に意味の終身雇用なんかもなくてですね、どんな一流企業でも潰れてしまうかもしれないわけですが、今大学の問題はプロジェクトが終わるともう椅子がなくなってしまう、だからいくら頑張ってももうその後が見えないというところが、今大学の多くの雇用教職員、大学の教員と事務職員以外の大多数のポストの問題はそこにあると思います。いたずらにこう一生あなたは安泰だよとか、一生を雇ってあげるとか、そういうことは言う必要もないと思うんですけれども、しかしどんだけ頑張ってる人であっても5年後は分からない、10年後は分からないという状況が、大学の多くの人には今課られていると、その状況が一番の問題だと思います。それからリスク別ですが、これも絶対そうしていただけたらと思っています。あまりにも大きな枠の審査をされると、技術が全然違ってもそのよりリスクの高い技術に合わせてですね、審査されますと、実はリスクが低いにもかかわらず全然前に進まないということになりますので、ぜひそのあたり今実際厚労省でもご検討いただいたと思うんですけれども、非常に重要な点であると思います。山本先生の再生医療、私自身はこれはやはり健康寿命を伸ばしたいと思っています。200歳まで私も行きたいとは思ってないですが、できたら80歳でも元気にスポーツできるぐらいの、そういう人たちも、例えばゴルフ場行ったら80でも元気だし、やたら元気ですから、そういった人を一人でも増やしたいというのでが目的であって、いたずらにこの寿命そのものを伸ばすということを目指しているわけではないと思います。それからもう一つ大切なことは、今日は全然お話しなかったんですが、 iPS 細胞にとって再生医療というのは、むしろマイナーなアプリケーションであります。本当の iPS 細胞の使い道というのは創薬でありますの で日本はこちら再生医療はこれまでのご支援のおかげで iPS 細胞を使った再生医療というのは世界でもトップだと思っているんですが、創薬に関して言うと今 iPS を使ったその病気の研究の論文のうち日本から出ているのは1割くらいしか出ておりませんので、ぜひ再生医療に加えて創薬研究の方にもぜひご支援を、さらなるご支援をいただきたいというふうに思います。はい、まず進藤先生ね、進藤先生、川口先生、それから藤井先生、はい、進藤でございます。今回は私は経済産業の部会長を仰せかっておりますが、我々もですね、安倍総裁がおっしゃいましたように新しいフロンティア、これを日本の国がですね、いくつ確立できるか、それが世界に貢献をしながら私たちの経済にもきちんと戻っていくと、こういう形を追求したいと思っております。その意味において、ノーベル賞を取っていただいて我々の誇りだったわけですね。でも僕一番感銘を受けたのは、先生が
まだ一人も命を救っていない、こうおっしゃったこと、とても私興味に残っています。ですからこれからですね、この素晴らしい研究をどうやって実用化、産業化していくか、まあ、ここが課題だと思います。その意味でちょっと調べましたらびっくりしました。私たち研究では世界一ですが、実はその実用化ということになりますと、新しい再生量の製品化できたのは EU で20、アメリカも9、これは今88、アメリカは治験中です。そして韓国ですが13の新しい製品を承認受けてますが、日本はわずか2つです。そして検討中も2つですから、実用化産業化の面においてですね、一体これだけ研究が進んでいるのに、なぜこの実態のですね、産業が進まないのか、先生がですね、何かここが乗り越えたい壁があるんだというものがあれば、ぜひご見解をお知らせいただきたいんです。その意味においてですね、例えばこれもびっくりしたんですが、医療機器も技術世界一だと私は思っています。でも実は日本に医療機器のメーカーってもう2つぐらいしか残ってなくて、大半はアメリカ統一製でも、そのアメリカの会社が作っている製品の 70% が日本製。日本で何か新しい機械を作るとすると数億円かかる。しかし同じものを1000万単位で作ることができる。だからこういうですね、何か医療機器や研究をするときも同じなんです。研究するのにもいろんな規制がかかっちゃってて、やたらお金がかかるようになってるんじゃないんでしょうかと。だからこれから我が国は iPS 細胞の分野にですね、財政をたくさん投資しようとしてますが、本来その20億で済むものが50億かかる研究になってないのかという、私素朴な疑問があります。逆に安くできればその倍以上のですね、成果を出すことができることになるわけでございます。そして遠目にすいませんが、再生医療の承認もですね、日本で7年かかるものが韓国で1年7、8ヶ月で終わる。欧米も同じですね。だとすると、こういう実用化や産業化に向けたこの体制をですね、整備することが、先生が一生懸命おやりになっている研究をですね、に報いることではないのかなと思っているんですが、まあ、率直なところをですね、ぜひお聞かせいただきたいと思います。はい、じゃあ川口先生、それから藤です。はい、研究に専門家、さまざまな分野の専門家が必要だというのは本当によくわかりますし、それがそういう人がいなければ生産性が上がらない、あと、あるいは全く研究できなくなってしまうというのは全くおっしゃることでよく理解をいたしますが、先ほど西村先生のご質問のお答えとして、なぜそれを変えられないかということについて、基本的にはお金の問題であるというふうに印象を受けたんですけれども、例えば文科省の規制ですとか、それからそもそもその専門家が育っていないんだとか、他にいろんな理由があるんだろうと思うんですね。文科省の規制って何を直す必要があるかということについて特にお伺いをしたいと思います。はい、じゃあ続けて藤井先生お願いします。ありがとうございました。私個人的な話なんですが、私自身が実は薬学を設定しまして、創薬をしたいと思ってます。残念ながらドロップアウトして今ここに先生にお伺いしたいのは、いわゆる幅広い人材がですね、こういういわゆるバイオサイエンスといいましょうか、ジャンプをサポートするためですね、おっしゃる通りだと思います。実はその私いくつかの大学で教鞭取らせてもらってるんですが、例えば医学部に行きますと約3割女性です。私の専門薬学で言うとですね、6割以上実はもう女性、女学生なんですね。そうしますと、これから先の人材のことを考えた場合ですね、この研究グループの方にですね、この女性陣の優秀なパワーをですね、導入する、そういったなんかインセンティブを与えてあげないとですね、今大学でいくら言ってもなかなかですね、将来私は研究者になりますという方の手を挙げた方が少ないんです。で、先生が今までいろいろとこういろんな外国を見出したり、いろんな研究者とお話しされた方、そういった女性陣をですね、このリサーチをリスポーツ の, このこちらのですね、ジャンル の, その人としてですね、活用していくか、あるいはこちらに参画を求める、そのための何かうまい方法がありましたらですね、ぜひ教えていただきたい。はい、それではここで切ります。じゃあ山田先生お願いいたします。はい、だんだん質問が難しくなっておりますが、新藤先生 の, その産業化いかに推進するかという点で、これは先ほど前のご質問へのお答えとも一部重複しておりますが、やはり
アメリカでですね、アメリカやヨーロッパでやはり新しい医療技術の産業が進めているのは僕は大手企業の場合もございますが、やはりベンチャー企業がメインじゃないかと思っています。ですから日本では結局これを言い封されていると思いますが、どうやったらそのベンチャーたくさんできるんですが、なかなか続かないものが多かったですので、これもですね、たくさんの今まで多くの政策なされてなかなかうまくいかないというのはもう複数の原因があるからだと思います。やはり時間がかかります。10年20年かかりますので、その間待てる投資家がいるか、それくらいの余裕のある投資家がいるかということもございます。それから日本というのは失敗を許さない国で、ベンチャー企業を作ってそれを潰した人はもう人生の失敗者のように言われてしまって、それをみんな恐れているというのもあります。それから審査もですね、やはり外国に比べて長いというのも一般的には言われていて、これ自分自身で今ようやく審査が自分たちも該当になっているので、本当にそれを言われているように長いのかどうかというのは実際のところ私もわからないんですけれども、しかしやはりですね、先に西村先生のお話にあったようにリスク別にですね、柔軟な審査というのをぜひやっていただきたいとか、そういう複数のことを直していかないと、どれか一つだけ、変えてもなかなかかからないような気がしております。川口先生の非常に具体的にどうすればいいかという話で、お金の話ですが、例えば私たち基金というのを集めて、アメリカよりは少ないんですけれども、数億円はすでに一人で3億円寄付していただいた方もあるんです。ですから全部合わせると5億円以上のお金があって、例えばですね、一人の方の給料が1000万円、年間と見ても3億円あれば、その人を30年雇用することは理論的には可能で、ですから基金で10億20億とあると、何人かは理論的にはあなたは頑張ればずっと雇用しますよということは言えるはずなんですが、それが言えない理由が京都大学だけでもたくさん、大学にもあります、国にもあります。まず大学にも今総長にお願いしているのは、大学だけでもそれをできるようにしてください。それ国もあります。先日成立した労働者契約法でもですね、今その有期雇用は1回までだと、5年までだと、でその次は正社員しなさいと。でもその正社員の定義が国立大学の場合はどうなのかと、その教職員、いわゆるテニュアの教職員、教授であるとか事務職員だけが正社員とすると、もう他の方はお金があっても5年以上雇用できないということになってしまいますので、そういった問題もあって、これも私もまだまだ勉強しないといけない点はあるんですが、たくさんの壁があって、長期の雇用を頑張っている人に対する長期の雇用が今できない状況があると思います。それから藤井先生の女性、これはもうもうこれに相当の部分が日本の将来にかかっていると思います。私の自分自身の研究室でも入ってくる学生さんは半分以上が女性で、本当に優秀です。しかし恥ずかしい話ですが、私たちの今 iPS 細胞研究所の教員女性ゼロです。でそんなふうに学生さんレベルは優秀な人がいっぱいいてるのに、教員に行くとどんどん減っていって、教授クラスになるともう非常に少ないというのが今日本の現状で、なんでかというとですね、今も何名か該当者がいますが、やはり結婚して出産して何年か研究から離れるということが、今の、競争的資金等から考えてもかなり致命的に近い状況になっておりますので、例えば家計費を出産1年間は延期で保留していただける、そういう制度もできているんですが、これもですね、その制度だけではダメで、これやっぱり家庭で旦那さんがどんだけ協力するかとか、そういう社会的なその違いというかにもかかってくる問題ですので、
やはりすいません、全ての答えに、こうパッとこう切り始めるお答えできないんですが、もう いろんな問題がいっぱいあって、一つ一つ全部潰していかないとダメだなと。でもだからといって先延ばしていると、先ほど言ったようにもうどんどん日本の研究における地位が下がっていってしまうんじゃないかなというふうに危機感を持っています。はい、ありがとうございました。それではですね、予定の時間が来ておりますので最終セットとさせていただきます。まず甘利政調会長、西野先生、そして秋葉先生で切らせていただきます。佐藤先生申し訳ない。はい、研究者を研究自身に専念できるだけしていただけるように、サポート人材、そのコンピューターの取り扱いとか解析とか、あるいは補助金の申請とか周辺の事務を担当する、技術も分かる、その分野も分かるというスタッフをできるだけ充実して、研究者以外の人件費として確保しようと、そういう問題提起は前回先生が2月に来ていただいてお話をしていただいたのを受けて、私の調査会で報告書に入れてありまして、それから官民の交流と、そこの何て言いますか、キャリアパスもきちんとやっていこうと、そういう提言もしてあります。で、当面ですね、当面すぐ役に立つこととして、例えばその予算の、量を確保し、それを基金化で毎年年を超えていく作業を全部省いて取り崩し型に、すると。それからその予算をですね、研究に行く予算と何でも使える予算の中からスタッフにすぐ割り振ることができますよね。その例えばそのどの予算の部分をどのくらいの比率にする、総額を増やすということを合わせてですね、内訳の行き先がフィックス、コンクリートしてしまっている予算以外の自由に、例えば臨時人を雇うとか、臨時にこんな機材を購入するとかいう自由に使える予算の比率をどうね、増やすとか、これはすぐにできることだと思うんですが、そこについて、お伺いをいたします。それからもう一点ですね、最初から知財でガチンガチンに固めちゃうのと、知財をある部分をオープンにしてその先のビジネスを先に取っちゃうやり方といろいろありますよね。その辺の時代の変化というか、オープンイノベーションというんでしょうか、みんなが使うようにして大きく膨らまして、その先のビジネスで利益を取ってまた研究に持ってくるというような仕組みについてどう思われるかですね、2点考えます。はい、じゃあ続いて西野先生。諏訪田を前に失礼いたします。山田先生、本当にこの度はおめでとうございます。いや、素敵なことでございますけれども、我が町からですね、が生んだ山中先生がですね、もうノーベル賞を受賞されるということ、本当にこれは東大阪市民だけではなくてですね、我が国民がですね、本当にもう元気づけられたことでございまして、先生のそれからのますますのご活躍を期待したいんですが、そんな折ですね、たまたま私の同級生が、もう10年ほど前ですが、大阪大学の医学部長をしておりました浜岡俊之といいますが、一昨日たまたま同窓会で会いましてですね、先生の話に話題になりました。その時に、いや彼は浜岡先生、山田先生はよくやったと、この反対の医学部長も大変評価をされておるわけで、期待もされておるんですが、その中で一つだけ実は心配していることがあるんだな、これはクリアできるだろうなとおっしゃってましたことは、この培養をする際にですね、この幹細胞をですね、併発する危険性があるのではないかと、そのことが一番ネックではないかな、そこだけをぜひ、クリアできたらな、こんな話が言っておりましたので、ちょっと専門的なことになるかもしれませんが、感じですね、いや大丈夫だということだと思いますが、ちょっと現段階でお話できることがあったら発表してほしいと思います。はい、それでは最後、秋葉先生、はい、お願いします。すみません、本当に時間がない中ね、同級生の世耕先生のご到着ですけれども、私も同級生になりますので、本当に我々の世代の誇りでございますので、改めておめでとうございます。
で今日先生から臨床や治験の分野でですね、ストックという分野も創設することが大事だという具体的な言及もいただきました。せっかくの機会でございますので、やっぱり私どもとすれば薬事法や医療法も含めて抜本的にですね、やはりスピード感が出るような改革をこれからしていかなきゃいけないと思っております。研究者の立場からですね、具体的にこういう部分の法改正あるいは見直しが必要だというところをもう少し具体的に教えていただければ幸いです。それから今日のお話の中で論文の引用件数、基礎医学はまだ4位ぐらいで頑張っているけれども、臨床分野では25位にまで下がってきているという話がございました。私は論文の本数も重要だと思いますが、それ以上に重要なのはやはりまさに 量より質でございまして、論文のですね、引用件数のですね、実態がどうなのか、やはりこの引用件数を上げていくということが日本の医療のレベルのどう担保するかということだと思っておりますので、教えていただければ大変ありがたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、以上をもちまして質問を終わらせていただきます。じゃあ先生、最後の、3人の質問をお願いいたします。天井先生の予算ですか。私たちがまず、すぐできるかもしれないと思っている要望は基金化していただいて大変ありがたいんですけれども、その基金をですね、5年10年ではなくてより長い年限に一部でもいいからしていただけないかというふうに思っております。知財につきましては先生が言われた通りでありますが、私たち兄弟が今知財 iPS の知財にこだっていますのは、これ独占するためではなくて独占させないために知財を一生懸命集めております。京都大学という公的機関が知財を取って、それで、適正というか非常に安いライセンスで世界中の人に使ってもらって研究を伸ばすと、それがアメリカとの一企業が同じ知財を取ってしまうとそこが独占してしまいますので、できるだけ広めるためにも知財は必要だというふうに思っております。それから西野先生、西野先生には25年前の私の結婚式にもご参加いただきました。がんの問題は大変、一番私たちも懸念しているところでございますが、これもやはり先ほどのケースバイケースでございまして、今一番進んでいると思われる目のですね、網膜の黄斑変性という病気、この場合はですね、ほぼがんの危険性はないと思っておりますし、またたとえ、そもそもまずがんはできなくて良性腫瘍できても良性、いわゆる良性腫瘍なんですけれども、目の場合網膜の場合はまずできませんし、仮にできてもすぐに診断がついてレーザー等で、その細胞を殺すことができますので、早い比較的安全性高いと思います。また血小板とかですね、赤血球を作る研究も進んでおりますが、こういった細胞は細胞の核がなくなりますので、がん化しないです。だからがん化という意味では、そういった細胞が 100% 安全ですので、しかしですね、やっぱそれ以外のいろんなより弱弱な神経細胞等を移植する他の病気には、やはりまだまだ安全性確かめる必要がありますので、やはりこれ、先ほど西野先生ご指摘通りですね、一とまとめに審査するのではなくて、もう本当にケースバイケースといいますか、そういう審査が必要であると思います。秋田先生の引用、これは本当にネイチャーに載っても全然引用されていない論文もございますが、ちょっとそこの調査は私も今のところございませんが、しかしですね、今日ご紹介した臨床系のトップジャーナル、ニューイングランドジャーナルメイソンとかランセットとか、あとジャマーですね、アメリカ医学会、医師会誌ですか、そこに引用されると、掲載されるとものすごい間違いなく引用されますので、数字と引用件数ともそんなにびっくりする格差はないのではないかというふうに考えています。佐藤先生、よろしくお願いします。法律の緩和の見直し、先生、はい、規制緩和の見直しのことでございました、はい、これはですね、いろんな問題あるんですが、今私たちが一番、いや、すごく私が懸念しているのは、この間のイタリアの地震予知に失敗したとか、禁錮6年になったというのが、それ、あれがまさに研究者にとってはですね、新しい医療をする上で、もう何もできなくなってしまう可能性がございます。決して逃げてるわけではないんですけれども、しかし、そのあたりのですね、
これ非常に難しい、あの医師がですね、必死なで手術して患者さんが亡くなった場合に逮捕されたしたこともあるんですけれども、そういったチャレンジする人に対する後になってそう逮捕されたりという明らかな過失があった場合はもちろん別なんですけれども、今の医療技術で予想できること予想できないことがございますので、まあ、そういった観点のご検討というのはぜひ既にしていただいているとは思うんですけれども、お願いしたいと思います。はい、山田先生ありがとうございました。長時間にわたって時間をオーバーしてお話をいただきました。最後に同級生の瀬子先生が一言何か発言したいというのようですので、一言簡潔にお願いします。本当に忙しい時ありがとうございました。ちょっと技術的な質問ばっかりついたので、ぜひ最後に一言、こういう山中さんのような人材が育つためにですね、日本のこれからの初等中等教育の在り方について少しお話をいただければなと思います。はい、なんか質問が終わってしまいましたが、やっぱり僕はやっぱりそういう特徴大切なのは、やはり中学高校の時にですね、瀬子君のような友達を持つことだと思います。はい、最後山田先生にうまくまとめていただきました。心から感謝申し上げます。それでは山田先生の今後のご活躍を記念しまして、みんなで感謝の拍手を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは3回目の日本経済再生本部を終わらせていただきます。なお来週は6日の日、4回目の有識者ヒアリング、そして11月9日にはフリーディスカッションを予定しております。どうぞご協力お願い申し上げます。ありがとうございました。